絶対に読んでください。お願いします。さん30代女性です。岡田先生、こんばんは。はい、こんばんは。えー、いつもゼミを楽しく視聴しています。岡田先生にえー、眞子さま、小室圭さん、小室圭さんのお母さんについて語っていただきたいです。メールが採用された際にはそれらを切り抜いて炎上したいです。よろしくお願いします。という,ふうに書いてるんですけども、もいや別に炎上するかどうかわかんないですけども、あの正直に話しますけどですね。あの一言だから他人だから。 どうでもいいです。これ正直な感想です。あの親戚、僕自分の親戚ですらですね。誰が結婚しようが気にしないんですね。でなので僕から見ればですね。他人がですよ。例え、その天皇家の人であっても、他人が誰と結婚するのかと。気になる人はちょっと頭おかしいと思います。正直な話スポーツ選手であれ、天皇家であれ、その外積であれですね。僕にとっては全部同じで。その？て僕 僕はあの天皇家の誰かさんが他の誰かと結婚すると言っても僕にとってはそんなに大きな問題ではないんですだからこれが炎上するのかどうか分かんないんですけど正直に答えるとそうなんですあのイギリスの王子が何をしようとですね実は英国王室の一心って揺らいでないんですね。で国民は えイギリスの国民に大騒ぎすするんですよ。イギリスの王子がです、ね、なんか不祥事を起こしたりなんか変な人と結婚したらです、ね、大騒ぎしてグワーッて言うんですけども実は英国国民の,です、ね、王あの王室の支持率ってです、ね、それで下がったりしないし英国の維新、イギリスの維新っていうのはそれで下がったことないんですねかつて本当にイギリスの王様から王子様から王子様からいろいろ問題のことをやってるんです、ね、だから日本ので。 国民は表面的に騒いでも、多分それは国民ではなくてマスコミが表面的に騒がせようとしてで一部の国民の人が騒いでいるように見えてもですね実はその日本という国の威信も、まあ、あるとして維新もですね天皇家の支持に対する支持も全然動かないと思うのでですねあの僕はあんまり興味がないです。